皆さん、こんにちは、まさでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども。はい、今日はいきなりね、今日の吉岡亮ちゃんが始まってるんですけども。うん。これはね、今日のまた動画にちなんだ一枚なんですけども、これはね、また映画のパロディっていうか、映画をモチーフにした写真集の一枚で、うん、このアメリっていう映画のね、これ、昔ちょっと流行ったんですけども、うん、それの一枚ですね、これを。りょうちゃんがね、こうね、真似っこしてね、こういう写真集になってるやつなんですけど、うん、前髪パッツンね、可愛らしいですね。これ今日はなぜこれをご用意したかと申しますと、うん、これも、りょうちゃんが持ってるね、この、コーヒースプーン。うん。コーヒースプーンって言ったらコーヒー。うん。コーヒーって言ったらマグカップ。うん。それでマグカップのね、うん。ご紹介なんですけども。うん。皆さんね、ご存知の方っていうか、もう知ってくださってる方は、まあ、いると思うんですけども、うん。吉岡里帆ちゃんのね、UR ライフカレッジのね、日曜の6時から、夕方6時からやってるラジオのオープニングのね、コーナーでね、うん、僕読まれたんですよ。とても嬉しかったですね。っていう感じでね、うん、とてもプレゼントくんのはね、まあ、読まれたのがね、一番嬉しかったですけどもね、うん。記念のね、やっぱり名前呼ばれるっていうのはね、とても嬉しいですよね。まあ、それも、まあ、僕の、まあ、感情なんですけども、うん、それと同時にもう物質的なプレゼントっていうのはね、また、くださるっていうことでね、それが届きました。うん、そしてこちらドンとかにね、うん、それをまたね見ていただこうかなと思ってね、うん、J-WAVE って書いてますね、うん、803じゃなかったかな、813FMJ って、うん、J-WAVE の J ですが、ね、J-WALK の J ではないですね。一瞬 J-WALK かなと思いましたけどもね、J-WAVE ですね、うん。これでね、一応ね、待ちきれなくて一回開けたんですよ。まあね、ちょっとね、動画撮るのが時間あったからね、ちょっとね、暇がなかったからね、もうそれまで我慢しようかなと思ったんですけどもね、ちょっとね、僕の待ちきれない悪い癖が出て、つい開けてしまったんですけども、その時にね、これも一緒に入ってたんですよ、どんと感じで、これまあラジオ局のねキャラクターのシールなんかな、ちょっとねパンチの効いた感じのね、ちょっとなんかワンピースに出てくるあのイム様みたいですね、なんか、イム様で分かる方は、分かると思うんですけどもね、こんな感じの方なんですけどもね、ワンピースに出てくるね、ラスボスじゃないかって言われてるね、イム様ね、この J-WAVE のキャラクターなのかな、J-WAVE じゃない、J-WAVE のね、これもこれがおまけっていうかね、入っててね、そしてね、こちら。プチプチにちゃんとね、入ってましたよーって感じなんですけど、割れ物ですからね。で、割れてたらね、割れてるってことはないと思うんですけどもね。これでね、一応ね、開けとかなので、玉手箱みたいに開けていきましょうかね。いきなりこれね、おじいちゃんだったらね、浦島太郎みたいにね、いけないませんよーってなるんですけども、何言ってるのかな、一人で。ここで出てきたのがこちら。あとは何も入ってないんですよ。こんなね、こういうね、オシャンティーな感じのね、僕には似合わない、こんなオシャンティーのこんな、カサカのカサさん、そういうイラストレーターの方が描いた、やつだみたいなんですけども、そしてね、まあちょっとね、おしゃれな、なんか部屋のなんかあれが描いてるのかな。そしてここに、Your Life College というね、ここの、ライフ、りょうちゃんのラジオの、6時を指してますね。日曜の6時を表してるのかな。これは女の人かな。それと、待ってね。こっちは男の人っていうね。まあ、部屋で、一緒に部屋に住んでるって感じですかね。まあ、ちょっとスープ膜にも使えるかな。こんな感じのやつでした。これがね、番組の特製オリジナル。マグカップってやつですね。またこれまだね、飾っときたいと思うんですけども。これまだタンブラーに変わったみたいですね。新しく。イラストレーターの方も変わってね。この春からね。だからね、これね、当たったよーっていう感じでね。見てもらおう。見てくださ。見てもらおうかなと思ってね。これを用意しました。まあね、まあ待ちきれなかったからすいませんって感じなんですけども、このシールもね、これまあどっかに飾っとくか、まあ保管しときたいと思います。はい、これね、
結構ね、いい記念になりました。うん、ほんまにね、教えてくださった、方には感謝してるんですけどもね。そして、あとは なかったな、これで。うん。これね、マグカップ飲んでいきたいと思うんですけども、これね、使っていきたいと思う。使おうか、まあ、飾るかな。まあね、大切なマグカップはね、まあ、おっさん GP さんにもらったマグカップとかもね、あれ大切なやつは使わずに飾ってるんですけどもね。だから、これもそういう風にしていきたいと思うんですけども。それとね、あとは、あ、今度ね、8月のね、9日、クレヨンしんちゃんのね、映画するんですよ。まあね、興味ない方はね、何の話やねんって感じなんですけども、しんちゃんもね、結構ね、泣かす映画だからね、僕は結構好きなんですよね。その中でもね、僕好きなキャラクターはね、シロ。シロが好きなんですよ、犬の。まあ、犬好きだからね。まあ、ミサイも好きなんですけども、ミサイも前のやつ、あったな、そこ、確か、あそこにはね、ミサイが。ミサイね、ミサイ、あそこにね、ミサイがいるでしょ。あそこにミサイはいてるんですけども、それでね、シロのなんかないかなと思って探しに行ったんですよ。偶然映画もやるのを知ったからね。だからフィギュアとかないなと思って。だけどね、これを見つけました。ドンと、これセットになって売ってたんですよ。これとこれ。ドンと感じで。これね、シロが、なんかね、多分これブリブリザイモンかなの着ぐるみを着たなんか、ぬいぐるみなんですけども。まあ、これだけが欲しかったんですけども、だからこれにね、多分これもええなと思ってたけど、なんか、ギャートルズとかの、なんかね、漫画肉みたいなやつですね。これ多分詳しくここに書いてあんねんな、なんか。ギャートルズではないな、これ。もっちり骨付き、肉プチってやつ。ちょっと見にくいですかね。こんなんで、なんか、肉プチってなんかあんのかな。これが抜けたりするのかな。ちょっと抜けそう。あ、抜けますわ、これ。これ、いや、抜けてしまった。つか入るかな、これ。入りますね。あ、なかなかいいんじゃないですか、これ。なんか使い道あるかもしれませんね、これ。あ、白の骨にしてもいいですよね。何しかこれがね、セットに入ってたんですよ。まあね、まあ、これもまたいい使い道があるな。まあ、これを飾っておきたいと思いますけども、白がね、僕、ちょっと欲しかったからね。これをね、ゲットしてきましたって感じなんですけども。また映画もね、8月の9日、また新シリーズっていうか、まあ新しい、また、映画の内容でね、またやっていくと思うんですのでね、興味のある方はね、見たらどうでしょうかって感じなんですけども。まあ、白もね、ちょっとマグカップね。こんな風にこう入れといてもいいですよね。こう飾ってね。白がこう、ね、こうちょっとかさ増しでこう入れてね。こうやって飾っておいてもよろしいですね。かわいいですね。こういう飾り方もできますよって感じなんですけども。それでね、最近ね、僕のこの後ろ並んでるね、フィギュアね。このリホちゃんの今、写真集の裏とかね、よう並んでるお気に入りの中にね、この人いたん気づきましたかね。このミリタリー、アメリカンチープトイみたいな感じのね、これはソルジャータイプのやつなんですけども、もう軍装みたいな感じなんですけども、これ前一回ご紹介したかな。最近ね、またね、いろんな通販のところでね、こういうやつをね、面白そうなやつをね、見つけたんですよ。これは前に買ったやつなんですけども、またそのうち購入しようかなと思ってね、まあ、G.I. ジョーはジョンみたいなね、いつもずーっとね、僕のチャンネル始まってるから夜ね、ジョン、G.I. ジョーシリーズみたいなやつ、あれはよりもっとチープな、これぐらいのサイズの手のひらサイズのやつでね、10センチ。このほんまだから、アメリカン、ダガングみたいな感じですね。ほんまチープなんですけども、もっとね、だけどね、これはね、もう、肘曲がらないし、手首も曲がらないしね、足もこれしか動かないんですけども、ちょっとこのチープさが好きでね、この軍装と、あと5人組なんですけどもね、あと5人、あと4人はちょっとね、違うところに配置させてるんですけどもね、こいつだけ天地返してね、テーブルの上にやって、来させてるんですけども、まあ、こういうね、やつも僕好きだからね、
ミリタリーコーナーのところにね、まあ、いろんなとこ置いてるんですけども、うん、こっち側にね、ミリタリーコーナーみたいなのがあるんですけども、うん、またね、こういうやつのね、あのチープなやつをまたね、ゲットしたらね、またご紹介していこうと思うんですけども、うん、こういうのも結構好きなんですよね、うん、チープ系のね、おもちゃっていうのかな、うん、こういうのもね、いろいろありますよーって感じなんですけども、うん。それでね、まあ、リホちゃん情報で言うたらね、うん。なんか言うてましたね、リホちゃん。まだね、いろんな、梅干しの話してましたね。うん。おにぎりはな、あ、おにぎりはどんな梅、おにぎりが好きですかっていう話になってね。うん。リホちゃんはね、しょっぱいね、おばあちゃんがつけたようなね、つけたね、梅干しのおにぎりが好き。っておっしゃってましたね。うん。まあ、前かって僕のタケノコの話、UR の時した時かでもね、おばあちゃんのなんか、ね、作ってくださった料理が好きだって言ってたからね、うん、おばあちゃんにね、いろんな教えてくださってもらってね、まだりほちゃんもね、料理上手になるんじゃないかなっていうふうにね、うん、勝手に予想してるんですけども、うん、梅干しのおにぎりが好きみたいですね。うん。僕はちなみにたらこのおにぎりが好き、焼きたらこのおにぎりが好きなんですけども、うん、まあどうでもいい話なんですけどもね、うん。っていう感じで今日はね、うん、この前ね、当選した、うん、吉岡里帆ちゃんのね、ラジオ番組のね、この景品のマグカップのご紹介と、うん、これね、白、クレヨンしんちゃんの映画またするからね、この白のこうぬいぐるみをゲットしたよっていうのでね、うん、そしてこの、などの、ソルジャーのおじさんね、うん、こんなもんまたね、いろいろゲットしていったよゲットしていくよっていう話なんですけども、うん、ちょっとね、通販のところでいいの見つけたんですよね。うん、だけどね、うん、まあ他にもいろいろあるからね、見つくろってね、また購入しようかなって計画してるんですけども、うん、という感じで、今回はね、この辺でお別れしたいと思います。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。では、またねー。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マッサでした。さよなら。